はい、先ほどの地図出したんですけども、左が栃木県、これちょっと川が見えないです。川の向こう側が茨城県で、撮影している方が埼玉県になります。で、あそこに多分ポールみたいなの立ってるんですけど、多分あの辺のちょっと右側が、あたりが三軒橋 になっているものと思われます。以上です。はい、今左が東京都、右が埼玉県で、私がいるのは千葉県ですね、の三軒と境に来てます。で、まあ、境目が川の真ん中あたり、あの辺ですか、が境目になります。で、東京都側はあれ走ってるのが外環道路で、その先にスカイツリーが見えます。で、川沿いなんですけど野球場とかがあったりしますね。で、ま、千葉県側の松戸なんですけど、こうやってマンションだとか家が広がっているような状態です。今日は栃木、群馬から散々回ってきて、基本的にやっぱり県境って川だとか山が多いんですけども、まあね、あの最初に言った群馬、栃木、埼玉の県境は畑の中にあって、なかなか楽しかったですね。以上です。